ドクター・ペッパー。ドクター・ペッパーとは、1885年に、アメリカで発売開始された、炭酸飲料である。キャドバリー・シュウェップス社から、スピンアウトした、ドクター・ペッパー・スナップルグループが販売しており、ダラス郊外のテキサス州プラの日本社がある。アメリカ・バーチニア州在住のイシペッパーが1874年に、ベイド・モリソンを従業員として雇った。その後、 ペッパーの下を離れたモリソンは、テキサス州、ウェーコの繁華街にあったドラッグとトア、モリソンズオールドコーナードラッグストアを購入した。1885年に、モリソンは薬剤師として、後のドクター・ペッパーの発明者で、イギリスで炭酸飲料を勉強したを雇った。モリソンとアルダートンは、ウェーコと呼ばれて人気になる独特なフレーバーを持つ炭酸飲料を提供した。 公式な名称が必要になった時、当時は商品の健康さをアピールするのに、商品の頭に説当時ドクターをつける風潮で、炭酸飲料は健康的であると考えられていたので、モリソンはかつての雇い主のペッパーから名前を引用した。ドクターペッパーは1885年にアリゾナ州ケーブクリークで初めて販売されたとされており、1904年に アメリカで行われたセントルイス、バンコク博覧会によって、アメリカ国内に広まった。実際に、初めて販売された日は不明ではあるが、アメリカ特許商標庁は、1885年12月1日を、ドクター・ペッパーが初めて売り出された日と認定している。コカ・コーラや、ペプシコーラと違い、コーラを元に作られた飲み物ではない。ドクター・ペッパーの味は、ソーダ・ファウンテンにあった。 数種類の味を混ぜて作られたということになっているが、23種類とされている原料は未だに非公開であるため確認できない。ウェーコにあるドクター・ペッパー博物館でその材料の一部が公開されている。なお、材料の一つとしてプルーンジュースが使われているという噂が1930年頃より存在しているが、このことは製造元により否定されている。 アメリカ合衆国においては、ごくメジャーな飲み物として知られており、コンビニエンスストアやファーストフード店で流通している。1997年にオーストラリアでドクターペッパーの販売が開始された。テレビ CM や安価な小型缶で市場の獲得を狙ったが、獲得に向けての努力は続けられず、消費者の間で受け入れられなかった。2003年の末まで1.25リットルの ペットボトルで販売されていたが、現在では販売は終了している。日本では1973年から販売されているが、全国で一般的に飲まれている飲み物ではないとされている。まず、その理由として、独特の風味が受け入れられず、好き嫌いが分かれる飲み物とも評されていることが挙げられるが、首都圏、静岡県及び沖縄県以外では、 一般的に流通していないことも挙げられる、関東ローカル、関東ローカルの商品参照。一時期、日本コカ・コーラの販売網から外れで、カナダドライ系列で製造、販売されていたことや、現在日本において、定期的に販売を行っているのが、コカ・コーライーストジャパンの旧東京地区、旧都根地区、旧三国地区、旧セントラル地区の内旧富士地区。 沖縄コカ・コーラボトリングの極意機のみなので、首都圏、静岡県及び沖縄県以外では知名度の低い商品となっている。旧都内エリア、千葉県、栃木県、茨城県及び東京都と沖縄県では多くのコカ・コーラ自販機で販売され入手しやすい状況となっている。旧三国エリア、埼玉県、群馬県、新潟県、旧富士エリア、 神奈川県、山梨県、静岡県では全社ほど販売網は広くはないが、缶入り、またはペットボトル入り製品が自販機やスーパー等で入手出る。それ以外の地域では、現地販売会社がレギュラー商品として扱っていないが、一部の小売チェーン店、ビレッジバンガード、ドンキホーテ、コストコ、成城石井、西友などを中心に入手できる。また、 通信販売で購入したり、輸入食料品店などで入手することが可能である。amazon.co.jp など、いくつかの EC サイトが取り扱いをしており、どのような地域でも入手不可能というわけではない。なお国産品と輸入品のどちらが売られているかは、販売される店舗によって異なる。キュートネエリアでは、トネソフトドリンク、ゲイトシアを介して、長年にわたり、 主力商品として販売されているため認知度が特に高い。これは、瓶売りが中心だった時代に、他のコカ・コーラ製品よりもドクター・ペッパーは10円安、くじつきで販売され、お小遣いの少ない小中学生に支持されたという歴史的側面、及びトゲ社が管轄する自販機には高い確率で充填されていたという物理的側面が大きく作用している。 近年までこの瓶入り製品が販売されていたが、コカ・コーラ・イースト・ジャパン・プロダクツ発足に伴う工場再編の流れの中、茨城工場のガラス瓶製品ラインが廃止されたのに、伴い終売した。ワンウェイ瓶製品は、道のくコカ・コーラ・ボトリング、青森工場に生産を委託し、販売継続されていたが、これも後に終売している。旧東京コカ・コーラ・ボトリング地区では、 1980年代半ばに東京カナダドライ社に販売が移管され、一時期カナダドライの自販機にて扱っていた。後に東京カナダドライ社がカルピスに見売りされてカルピスビバレッジとなると、その管轄自販機で引き続き販売された。そのため自動販売機に貼ってあった写真には、カルピスウォーター、ブレンディ缶コーヒー、ドクターペッパーが並んで写っていた。また、 旧三国コカ・コーラボトリング、旧富士コカ・コーラボトリング、沖縄コカ・コーラボトリングの販売区域内ではそれぞれ、子会社の三国フーズ、富士ビバレッジ、沖縄カナダドライ、現、リューニカスタマーサービス名義で販売された。なお1973年のドクター・ペッパーの発売開始時を同じくして一部コカ・コーラボトラーから類似商品であるミスター・ピブが発売されたが、 売り上げがかんばしくなく短期で販売終了となった。また、関西では近畿コカ・コーラボトリング、現、コカ・コーラウエストがラインナップ拡充の目的で1983年4月に 350ml 缶を発売したが、思ったように消費者に受け入れられず2年で終売し、その後、関西地方のコカ・コーラボトラーからは、正式販売されていない。2009年10月には、 パッケージデザインをリニューアルした。2013年5月頃よりペットボトル形状が専用品から汎用品に変更された。2011年主要登場人物がドクターペッパーを愛演しているという設定を持つ作品が偶然にも相次いで地上波で放送され売り上げにも影響を及ぼしたという分析する方があった。2013年 映画、劇場版スタインズゲート不可領域のデジャブが放映される前に販売された映画鑑賞前売り券とイラスト集には、ほぼ抱き合わせの形で常温保存したドクターペッパーとメタルウーンが付けられて販売された。一部限定であったがこれに関して販売メーカーのコカ・コーラ社はノータッチで一切関与していない。そもそも同社は番組スポンサーですらなかった。 2004年10月25日にチェリーバニラドクターペッパーがアメリカ南部や中西部で先行販売されており2005年からアメリカ全土で販売される予定であるまたダイエットチェリーバニラドクターペッパーという霊カロリーのダイエットバージョンもあるイギリスではドクターペッパーゼロというゼロカロリーのものも存在する2006年にはドクターペッパーベリーズ クリーム、ダイエットもありが米国において販売開始された。カフェインを取り除いたカフェインフリードクターペッパーも存在する。また、日本においても1990年前後に東京カナダドライから低カロリーのドクターペッパー、ライトが販売されていた。現在は日本国内においてダイエットドクターペッパーという0キロカロリーのドクターペッパーが販売されている。 砂糖の代わりに異性化液糖を用いたドクターペッパー10が米国で発売されているが、中カロリーながらも大胆な味で女性向けではないと明記されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。